優勝したジュリです。今日は本当に初めからあんまり調子は良くなくて、でもずっとこの大会をすごく楽しみにしてきたので頑張ろうと思ったんですけど、結果的には優勝させてもらったんですけど、まだまだダメなところとか、まあ、もっと成長しないといけないところがあるので、また一から頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。